ブンデスリーガ2部のデュッセルドルフでプレーする日本代表 MF 田中青の移籍に関して、ドイツ大手紙、ビルドが見解を示した。フォト、ミャンマーシリアと対戦、W 杯アジア二次予選に挑む日本代表メンバー26人を一挙紹介。田中は今季、デュッセルドルフの主力として公式戦で36試合に出場し、8ゴール3アシストを記録。 シーズンを通して高パフォーマンスを続けていたが、チームは入れ替えプレーオフでボーフムに敗れて、あと一歩のところで一部昇格を逃した。そんな田中にはブンデス一部のクラブに限らず、他の欧州リーグからも関心が寄せられている。今夏の移籍が確実とも見られている中、同メディアは、田中の売却計画はあるが、大きな疑問符もつく、と報じている。クラブは350万ユーロ。 約6億円程度の移籍金を希望しており、300万から400万ユーロとの話もある。しかし、過去の移籍期間中に田中に関する交渉は一度も行われておらず、まだ具体化していない。どれほど現実的であるかは全く不明だ。また、移籍交渉が停滞している状況に対して、フォルトゥナは田中の代理人の仕事ぶりに非常に苛立っている。とし、 現在も代理人は移籍先について言及したり、他のクラブが支払う可能性のある金額を提示したりする気配はないと伝えている。果たして今後、田中の去就はどうなるのか、動向が注目される。